はい、どうも哲学徒です。3月30日のアップデートが無事完了して、新たなイベントがね複数、登場してきましたので、ちょっとご紹介していこうかなと思います。で、そうですね、まず古の植えた月の方がねまた来てますね。はい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 。で、まあ、こちらの方のイベントなんですけど、まあ、基本的には、1日3回、手に入るアストラーベタワーですね。あ、パワーですね。ログインとあと10体倒すごとに1パワーずつということで、3個ね、こちらの、月の、恩恵を受けることができる、祝福を受けることができるんですけど、まあ、一つがね、この潤沢の祝福というやつで、まあ、ゴールドが増えるとかね、あ、なんか増えたみたいですね。と、あと、魔術の祝福かな。潤沢の祝福というゴールドが増えるやつと、あと力の祝福という、このねイベントで使う月の白鳥というねアイテムが、入手できる、ものが手に入るので、まあ力の祝福は特にね使い方が、重要で、あのダンジョンに入った時に、こちらの月忍者のコレクションですね、まあちょっと簡易的なショップみたいになってるんですけど、これね、アイテムをもらうのに、力の祝福の中でもらえるこの月の白鳥を消費する必要があるんですけども、基本的にはダンジョンに入るときに、ダンジョンですね。なんか、前はリフトでも消費されちゃってたんですけど、最近はね、リフトでは消費されなくなってるみたいなんで、安心して大丈夫かなと思うんですけど、ダンジョン入るときになるべくね、パーティーを組んで入ることで、こちらの、もらえる白鳥の量をね、倍にすることができるので、まあ、まずは12個の、4日間の間に、まあ、12個のね、アストロラベパワーの獲得を目指してもらうと。で、12個すべて獲得するとね、追加でさらに120のね、月の白鳥がもらえますので、まあ、コンプリートするのに十分な量、そして、こちらのね、ショップを、全部開放するのに必要な量のね、月の白鳥入手することができますので、まあ、必ずね、力の祝福使うときは、まあ、パーティーでね、ダンジョン潜ってもらうというところだけ注意すれば、コンプリート可能かなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思います。4月の6日の3時までの、イベントになってますので、ぜひ、参加してみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。